日本、アメリカ、韓国の合同演習の傍ら、竹島南方の日本の排他的経済水域内で韓国側に同意の調査活動を強行しているという情報があったよ。相変わらずの隣国様だな。今回はそんな韓国の竹島沖での巡視船の動きについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。韓国では2022年5月、現在のユン・ソンニョル政権が誕生し、それまでのムン・ジェイン政権の新中国及び北朝鮮との融和的な政策から脱却し、安全保障面でのアメリカへの回帰が明確になっているよ。これに気を良くしたのか、アメリカを唯一の同盟国とする日本との関係も、ユン政権が誕生した直後は、これまでの反日的な動きが緩和されるのではないかと期待する声も多かったみたい。確かに前ムン政権に比べると、現ユン政権は反日的な動きや政策を改めてきていると感じるが、未だに排他的水域をめぐってのトラブルは現在進行形で発生中と言わざるを得ないな。今も韓国側が不法に占拠し、実効支配している竹島韓国名独島周辺の海域を管轄しているのは、海上保安庁の第8管区海上保安本部だが、同本部によれば竹島南方の日本の排他的経済水域内で韓国側が未同意の調査活動を強行しているとのことだったぜ。今回のケースだけど、2024年6月6日午後6時頃から6月8日の午前5時半過ぎまでの間、竹島からおよそ 69km にある南方の日本の排他的経済水域内で発生したよ。韓国の政府機関である国立海洋調査院に所属する船舶の船ヘアン2000が実施したとみられるんだ。この機関、当該日本の排他的水域内において、韓国国立海洋調査院に所属するヘアン2000はワイヤー状の器具を海中に投下し、何らかの調査を行ったと推測され、発見した海保の第8管区海上保安本部巡視船が無線による警告を発したそうだね。日本の見解としては、当該海域は日本の排他的経済水域内であり、韓国側から事前に日本側に了解を得ていない調査活動は黙認できないから、海保の第8管区海上保安本部の巡視船は直ちにその行動を中止するよう継続してヘアン2000への警告を行ったんだ。しかしこういった日本の巡視船からの無線による中止警告を韓国のヘアン2000は無視。発見からおよそ1日半もの間、当該海域でのワイヤー蒸気具による調査を継続し、ようやく韓国海域へと戻ったとされるよ。第8管区海上保安本部からの同事象発生報告を受けた政府は、外務省のナマズアジア大洋州局長が在日韓国大使館の次席公使へ、三木中韓公使が韓国外務省へ抗議を言ったようだけど、現時点では韓国側からの声明等は確認されていないね。試験だが、こうした事態の発生に、海上保安庁が現場で情報を収集し内容を各関係省庁に報告、内容確認の上で政府が対応を決定し、外務省を通じて相手国今回の場合は韓国に抗議するという、当たり前の対応を行ったと思うぜ。しかし現在に至るまで韓国側から、何の説明もないという時点で、こういった問題を見るにつけ、本質的な意味で日韓関係が少しずつでも前向きな方向に変わってきているとは全く感じられないな。韓国で2022年に現ユン政権が誕生した際、日本の一部の大手マスメディアにも日韓関係改善に期待するという論調が散見されたんだけど、こういった楽観論は禁物だと思わざるを得ないみたい。自分たちに都合の良いことだけを取り上げるのが、日本のメディアの良さであり、甘さだよね。今回も問題の中心となった韓国政府機関である国立海洋調査院に所属するヘアン2000は、これまで過去複数回、同様な行為を繰り返し行っている船舶だから、政権交代が起きたとしても韓国側の対応が劇的に変化するとは考えにくいわけだ。前回、このヘアン2000は、2022年8月、竹島の北東方面海上のおよそ 100km の位置にある日本の排他的経済水域内で、今回と同じく日本側に事前承諾を得ることなく、ワイヤー蒸気具を海中に投下して何らかの調査を実施しているぜ。
さらにこの3ヶ月前の5月にもこの船は、同じように日本側に事前の承認を得ていない調査と思われる活動を行っており、つまり、こうした事案の常習船というわけで、もちろん発生の度、日本政府は抗議を行ってはいるが、いずれも今回と同様、韓国側からは何の説明もなく、そう考えると韓国としては竹島を実効支配していることもあって、その周辺海域は日本の排他的水域とみなしていないと考えるべきなのだろうな。日本政府のスタンスは、韓国が不法占拠している竹島にしても、ロシアが不法占拠している北方四島にしても、日本固有の領土であるという姿勢を崩してはいないんだけど、全く有効な交渉にはつなげることができていないんだ。外交能力の貧しさということなんだろうね。不甲斐ないとも思われるこうした現実を鑑みれば、今は日本が実効支配し、海上保安庁が専従警備体制を敷いて警戒を続けている尖閣諸島についても、今後万が一にも中国の上陸をたった一度でも許してしまえば、竹島や北方四島と同じ状態になる可能性は非常に高いと危惧する意見も多いみたい。尖閣諸島に関しては、かつては台湾の活動家らが上陸を敢行した事件もあり、今後中国の同様の行為を見逃してしまったら、事実上の中国領とされてしまうことは明白だから、絶対に阻止すべく対処すべきだといういささか過激な声も聞こえてくるね。尖閣諸島をめぐる日本と中国の情勢が、年々厳しさを増す中、沖縄本島の大手マスメディアは太平洋戦争での凄惨な地上戦の歴史を忘れることはなく、どうしても反米に傾くと中央の人間から批判されることがあったな。こうした勢力の代表とされる玉城氏が沖縄県知事で、アメリカ軍基地移転問題など難しい舵取りをしていた人物だが、中央の人間からは目の上のたんこぶと思われていたようで、2024年6月の沖縄県議会議員選挙で、玉城知事の勢力は過半数を獲得することができなかったぜ。この結果に開催を叫んだ中央の人間も多かったことだろうな。定数48名の沖縄県議会における改選前の玉城知事の支持勢力は半数の24議席だったんだけど、改選後には反玉城知事を掲げる自民公明の国政与党と日本維新の会合計で28議席と16年ぶりに過半数を大きく上回る結果になったよ。玉城県知事の支持勢力は20議席を獲得したのみで、沖縄本島で根強かった反アメリカ新中国路線の政治状況に、県政の変化を求める世論の高まりの表れという論評が多かったみたい。韓国の話をすると、2018年12月20日、能登半島沖の日本の排他的経済水域内の日本海上で、韓国海軍のミサイル駆逐艦のヒロカイド大王が海上自衛隊の P-1 哨戒機に火器管制レーダーを照射したという事件があったな。これについて日本側は一貫して高海度大王が火器管制レーダーを照射したと、当時の映像や音声を公開して主張。韓国側に適切な説明を求める動きを再三行ったぜ。しかし韓国側は主張を二転三転させた挙句、結局この件をうやむやに葬ったという感が拭えなかったよね。しかし、最近非公式ながら韓国の一部の軍人らが、前文大統領から当該事象の隠蔽工作を行うよう指示されたと認めたという報道があったんだ。非公式であっても、韓国の軍人の一部からこういった声が上がったということは、当該事象の発生後に高海度大王がそのような行為を、P-1 哨戒機に行った理由への日本側の推察が概ね正しかったという証明と考えられるな。日本側では当時高海度大王は北朝鮮に便宜を図るため、脱北者が乗った船舶を捉えて送り返そうとしていたのではないかと推理されていたんだけど、これが正しかったという声も多いみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。